わっちの隣へ、お前様。わっちも答えましょうぜ。見やるのみでは今日も覚めよう。なれば騎士殿、望みの席をご用意差し上げます。わっちの隣などいかがかえ。さあさあ皆の者、百鬼夜行と参ろうぞ。この地は煉獄、地をゲヘナ、強き者のみが生き残る江戸なれば。このにぎわい、活力あふれたる様はランドソルにも引けは取りませぬ。ただちとばかり暑苦しくはあるやもしれず。鉄は固きもの、されど溶けるもの。千変万化、生成る天。なれどオロチの化粧を好みたるは、この装備がゆえでありんしょう。恐れることはありんせん。お前様はこの地を救いし英雄。わっちらが牙を剥く道理などどこにもありません。ジオゲヘナの姫を務めまするは、いくつもの起源と目的あってのこと。いたいけなチゴラを守るも目的の一つであります。ジオゲヘナはいかがかえ。騎士殿には恩義を置かれば、懸念がございますれば、どうぞおっしゃってくだしゃんせ。姫といえど外へ出れば違法者、旅情を感じる者にありんす。玉座を狙う不定の輩も今はおりませぬしの。モネは無礼をしておりませぬか。騎士殿が相手であれば、あれもきっと懐きましょうぞ。おそらくはでありんすな。お前様との日々はさぞ愉快なことばかりでございましょうな。行く先々で人助けをする姿、目に浮かびまする。ふうむ、やはり荒事は避けられぬようだの。はい、ですので。と、町屋、ご来賓のようでの。ちと下がっておれ。これは騎士殿や、ご足労いただき誠にありがたく存じまする。迎えもできなんだ不作法、どうか許したもれ。本来ならば、まずはご一献もてなし差し上げたき所存なれど、こたびは喫緊のうちに勝たさねばならぬ試技があります。ゆえに、騎士殿の腕前を見込んでお頼み申し上げまする。何とぞわっちらに助力をいただけませんかの。さよう。先般来、とある村落にて族の徴領が盛んでしての。数も力もそれそのものはさほどのものではありもうさねど、かの地は領したばかりの僻地ゆえ、兵の配置もなおざりなれば、族もこちらを侮りけぬ。隠れて火付け盗賊を働き、徳失せること限りなし。されど血とばかり叩いたとて、土を正さねば海ミミズの枠ごとく。新たな賊の引きも切らずは必要なれば、ここは意を示し恐れをもって家紺を断つより他になしと思いはべり、
かかる死義ゆえ、その一助として騎士殿のプリンセスナイトの力を拝借したく候。異なる世界の神秘すら味方とあらば、我が意を示す子は嫌ますゆえに。重ね重ねのご厚意、御礼申し上げ奉らん。このジオゲヘナは弱肉強食のエドなれど、姫とあらば民草が無下に食われるは捨ておけぬでな。ではミーアや。はい、レフィーネラ様。ありがたくも騎士殿の助力は得られそうだ。ことの司祭はウヌから頼めるかい？かしこまりました。村の場所や族の特徴などは私の方から説明させてもらいます。もちろん報酬につきましても。騎士殿とのお目通りはお初でありんすな。これなるはミーアというモンストレス。血とばかり肝は小さいものの、物覚えがよく目端が利くゆえ、家人の一人としてそばに置いて候。はじめまして、騎士殿さん、ミーアです。座右の銘は長いものにはまかれろです。胸を張るような銘ではないと常々たしなめておるのだがの、得意の数勘定のみでなく、たまには腕っぷしも磨かねば。いずれはウヌが卵を飲み込むように魔物に飲み込まれるがオチだというに。鍛えてはいるんですけど。とにかく騎士殿さん、資料は別室に用意してあるから、こちらに来ていただけますか？事の運びはこれでよし。はてさて、プリンセスナイトの力なるはいかなるものか。これを機に見定められるとようござんすが。やっと着きました。もう歩けません。いやいや、ハウノだってこう見えて結構筋力使うんですって。鍛えているのである。なればこれも鍛錬の一つと心得るがよかろうって、はい。それにしても、パッと見はともかく、盗賊のせいでところどころ家が荒れちゃったり、防御用の柵が壊れちゃってるみたいですね。ワッチのお隣があると聞き及び、急ぎ取り繕ったようだの。さて、ミーアや、到着を村人らに伝えませ。オラたちみてえな新参者のために本当に来てくださるとは、感謝の言葉もありませんさ。ワッチに下駄を預けたのなら時期など関係ありんせん。九段の賊とやら前々から悪事を働いていた一党と同じで、そういないかの？ええ、そうなんですよ。あいつらにもうこの村はネフィーネラ様の領地だって伝えたのに、結局こうして略奪を繰り返して。ネフィーネラ様の名前は知っていても、実際の強さを目の当たりにしたことがない連中ってことなんでしょうか。それでもなお挑むのであれば気概はあるんでしょうけど。あるいはなおざりにして下げしまれているだけやもしれぬがの。賊の牢石は闇夜に紛れてのみと聞き及ぶが。はい、
そこも変わらずっす。オラたちも見張りを立ててはいるんすが、どうしても限界があって。自警団って？ふむふむ、魔物や賊から村を守るために戦える人を集めた組織？そんなのあるわけないじゃないですか。ジオゲヘナでは自分の身は自分で守るのが基本ですよ。孵化したばかりの恐竜の稚児にも及ばぬ身でよう吠えるの。さておき、ミーアメの申した通り、魔物が長領ばっこするこの地では自立自衛が万事の基礎であります。ゆえに自警団の類、あるいは弱者を庇護するようなハットはありんせん。代わりというにははばかりながら、互いの背を預ける真偽や一度結んだ盟約を守らんとする気概は大いにありますれば、それが増え重なりより集まりて、やがてかような村落になる次第で候。じゃあ村の案内はオラがさせてもらいやす。賊の被害があったばっかりなんで、お見苦しいとこもあるかと思いやすが。ああもう武器が壊されちゃってる。ねえ、何でもいいから使えそうな槍とかない？槍？じゃあうちの家の支柱を一本やるよ。やった！助かる。ナナ、お前んとこの柵ばらしてボルトにしていいか？おー、いいぞ、持ってけ持ってけ。え？そんなの別に普通ですよね。普通っすね。騎士殿や、お前様も知っての通り、ジオゲヘナは高き魔物あふれる地なれば、気づく家屋も花から魔物の害あらんことを見越しておりまする。不意の侵入で崩れ落ちてもすぐ立て直せるように、そしていざとなれば柱を槍に戸板を盾としてでも戦えるように、あらかじめ仕込みを済ませているという次第に候。共用の武器庫とか食料庫とかは他より頑丈に作って村の中央に置くことが多いですけどね。レアな武器とか壊されちゃうとだるいので。一応まだ一番大事な庫は賊から守れちゃいますが、外堀は埋められちまったし、防御壁も壊されちまったしで、今みんなで必死に直してるとこっす。いいんすか？それは助かるっす。そんなのダメダメですよ。あなたは姫様の助っ人なんですからね。ドーンと構えてればいいんです。その言い開きでは、長いものに巻かれるというより、竜の意を狩る蛇のごとしでありんすな。そう、そんなことはありませんよ。されど騎士殿や、おそらくこれより賊も襲来ありと予見されまするよし、今は力を残すも手立てと思いまするな。ふむ、モネより聞き及びし通り、騎士殿はジオゲヘナではそう見られぬ特進の持ち主でありんすな。ううん、その通りです。偉いですね、モンストロンでもないのに。ならばミーアやウヌも騎士殿と共に汗水垂らし壁の補修を手伝うように。私もですか？姫様は？バカ言うてねえ、ラミアの娘か。うな、恐ろしいこと頼めるわけねえっての。わっちの細腕では剛力仕事など夢のまた夢でありますゆえ、
櫓にて見張りの一角と後備えに勤めさせていただきとう存じまする。お、壁の修理手伝ってくれるってあんたたち？じゃあ早速頼むよ、ついてきて。あー、楽できるって思ってたのに。こんな夜更けまでこき使われるなんて、筋肉痛で脱皮しちゃいますよ。たまには肉体労働もおつであるの、ミーアよ。もう、私はこんなヘトヘトなのに姫様見てるだけなんてずるいですよ。ほう、騎士殿や新たな神羅の前でなんと人聞きの悪いことを申しおる。わっちの家人の身の程で。やむを得まい、これは仕置きと参らねばの。それどうぞ。姫様、小バック？いや待て、やられた奴の姿が変わって、まさか魔法で族が変身してたのか。ウヌラの働きを頭上より眺め置き士は伊達や水郷にありんせん。おお、さすがネフィーネラ様だ。大方少数が姿を変えて紛れ込み、内側から守りに穴を開け、外に伏せし本体がその穴より攻め入るといった手札であるの。そこな賊めらよ。くそ、あの女こっちの変装を見破ったのか。村のバカどもは騒ぎになるまで気づかねえってのに。待て、まさかあいつネフィーネラか。ハッタリだと思ってたのに本当にここを領地にしたのかよ。けっ、賊どもめ、これまでよくも騙してくれやがって。みんな武器を取れ。さんざ好き勝手してくれた分お返ししてやるぜ。あいや、待ちおれ皆の衆。つい今しがたまでロークを続け、疲れもあらわとなる頃合いでありんしょう。ここはわっちに委ねます。ですけど、まさか姫様お一人で。無論、外の賊ども含めただの一人とて逃がさぬゆえに。これが噂に名高い黒金の姫の力かよ。50人はいた賊どもが一瞬でぶちのめされちまったと。信じられねえ。はあ、どうですか、これが皆さんの支配者である姫様です。弱肉強食の掟に従い、トグロを巻いてひれ伏すといいですよ。まったくうぬと来たら、そのようなことで胸を張るなと言うておるに。それにこの賊どもも、まったくもって骨のないことよ。新たな神羅に意を見せるつもりはありんしたが、思えず力んでしもうたかの。騎士殿の前で少々見栄を切ってしもうた市議もあれど、さりとてこれではやむを得ぬ。一つ下手な芝居を打たねばなるまいかの。くそ、もうダメだ、おしまいだ。
化け物め、ここまでだって知ってりゃ手出ししなかったってのに。あれ、まだ動ける人たちがいる。あ、そっか。そもそも騎士殿さんのプリンセスナイトの力を調査するつもりだったんだっけ。騎士殿や、今の一幕にて血とばかり張り切りすぎてしまいましてのう。改めて力を貸してくだしゃんせ。甘いです。蛇は首だけになっても噛みついてくるものなんですよ。とどめを刺さなくちゃ安心なんてできません。騎士殿、お前様の特使はまことたっときものなれど、その慈悲を向ける相手は厳正に選ぶべきかと愚行いたしまする。そうです、そうです。夜中にコソコソして変装までするような盗賊は、甘やかせば甘やかすだけつけ上がって繰り返すに決まってるんですから。やめてくれ、知りたくない。勝手なこと言いやがって。お前らが荒らしまくったせいでどれだけ被害が出たと思ってやがる。もう騎士殿さん、姫様の頼みなんですよ。聞いた方が絶対いいですよ。うん。なんだ、姫様たちなんか揉めてんのか。っていうか、ネフィーネラ様や異世界から来てくれた英雄さんの手を煩わせるまでもないわ。そうでしょみんな。そうだ、復讐だ。とどめは俺たちに任せてもらうぜ。こいつらの首を壁に並べてやる。邪魔すんな。置いてくれ英雄さんよ。何なんでしょう。アネモネちゃんじゃないですけど理解できません。騎士殿さんのしてることめちゃくちゃに思えますけど、うん、姫様、頼むよ、助けてくれよ。もう死ねえって約束するからさ。そんなもん信じられるか。自分たちのしたことの報いを受けさせてやる。そうよ、倍返しだわ、倍返し。シズマリア、ミナノ州。まずは騎士殿、お前様のお心づもりを伺いとう存じまする。賊どもにまで過分に慈悲をかけんとす、その真意はいかなる義にや。この人たちの仲間が報復に来るかもってことですか。そんならまた返り討ちにしてやる。でもな、そのたんびにネフィーネラ様の手をお借りするわけにも。姫様もお暇ってわけじゃないですしね。なら復讐してきそうな奴らを根絶やしにしちゃえば。まあそりゃあんま現実的じゃねえと思うがよ。皆の言い、よくわかり申した。ではわっちから沙汰を言い渡さん。この賊どもは闘技場の剣道としてくれよう。闘技場って、生クラ一本で上級の魔物と対マンさせられるっつう、あの人聞きの悪うござんすな。ウヌらが天運天秤兼ね備えるなら自由を勝ち取ることもできようって。現にそういう人もいますしね。頭悪くて反抗的なくせに大手を振って歩いてる元護霊嬢とか。まあでもそれ以外の人たちは大抵餌になってる。騎士殿や、いかなお前様の願いといえど
これ以上寛大な処置は致しかねまする。愛すみませぬが、わっちにも立場というものがありもすゆえに。よきかな、皆の衆も異論はありませぬや。まあ正直、自分でぶちのめしてやりたいって気持ちはあるさ。全員無事で済んだのは姫様の力のおかげだし、俺たちはその力に従うことにしたわけだからな。そうそう、長いものには巻かれた方がいいですよ皆さん。あれ、でもいいんですか姫様、今回の目的って。はてさて、我が家人は何を言っておるのかの。ひょっとして忘れちゃったんですか。騎士殿のプリンセスナイトなる力、それを知るがこたびの目的。ゆえにいかなる檻に使わぬかを知れただけでも超過は十分。それすなわちこの少年の心を知るに等しき試技ゆえに。そうそう、思い出したぞえ。確かぶしつけな家人に仕置きせねばならぬところであったわのう、ミアや。それは忘れててくださいよ、騎士殿さん、お助け。よし、厄介事は片付いたし、みんなで飯にでもすっか。ありがとう、あんたたちの世界の料理も教えてほしいな英雄さん。ちょっと、思考してわっちもまだ教えていただかねばならぬなり。プリンセスナイトの力とその先に連なるはずのどやつかについて。こたびは賊の討伐への助力感謝申し上げ奉る。賊も捕らえられ、民も心安らかに過ごせると存じまする。本来だったら騎士殿さんにプリンセスナイトの力を使ってもらって、それを私が記録する。記録的な威力の尻尾パンチに乗せることで賊の討伐を予定していたんですよ。ネフィーネラ様が強すぎてお互い出番がなかったですね。しかりとにもかくにも万事無事に目的は達成されて候。あとはキロエと。なんだって勝手なことさせちまったんだ。あそこには近づくんじゃねえって言ってやったろ。だから子供が勝手に入り込んでそれを助けようとした連中まで巻き込まれちゃったの。見捨てればよかったっての。あれ、あの人たちって。ふむ、一難去ってまた一難といったところかの。見て見ぬふりも手立ての一つではあれど、さように仰せられると思うておりした。時間の都合もありますし、予定外のトラブルは避けたいところなんですけど。そこの人たち注目、姫様が話を聞いてくださるとのことです。村から少し離れた遺跡に子供が迷い込んじまったんす。入り口近くを賊どもが狩宿に使ってたみたいで。
けどあの奥には見慣れない強力な魔物もいて、こっちの攻撃が全然通用しないんです。子供はなんとか連れて帰ってこれたんですが、救出に行った連中が遺跡の奥の変な空間に取り残されちゃって。空間の歪む遺跡と攻撃の通らぬ魔物、どこぞで聞いた話でありんすな、ミアや。はい、他の似たような遺跡は集落から離れた場所だったので、この手の被害はなかったんですけどね。まあ他の遺跡とこの遺跡が関連してるかはまだわかんないですけど、いずれは踏み込む気もあらんとそう思うていた右利き、迷いし民を救うついで遺跡の巡検と参るといたしんしょう。そこなお二方よろしいかの。またネフィーネラ様のお手を煩わせちまうた。ほんと面目ねっす。何ほどのことやありけん。では騎士殿、申し訳ござんせんが、もうしばらくお付き合いくだしゃんせ。ちなみに私もついていく感じですか。一応私机仕事専門なんで、こう露骨に危ない場所はちょっと。騎士殿のお力あらば、いかなる危難も危難にあらず。何よりミーアや、我が家人の一人として役目は果たさねばね。あ、なるほど。それじゃあ私もご一緒しますけど、今度はちゃんと力を使ってくださいよね、騎士殿さん。何の話かと、騎士殿のお耳に入れるほどの大事ではありんせん。ただこの横着者に家人としての心得を諭して候。口からソードコブラ50匹分くらい進んできましたけど、ちょっと複雑な迷路になってる以外おかしなところはないですね。空間の歪みもなく魔物の姿も見えず、思考して先行させたスライムの網により、第一の目当てにはたどり着いたようであるの。あれはネフィーネラ様。ダメです、すぐにここから離れてください。この遺跡は普通じゃない、二度と出られなくなっちまいますよ。大丈夫ですって、帰り道はちゃんと頭の中に入ってますから。待ちよれミーア、あの者らの怯えは尋常ではありません。上か、また瞬間移動してきた。亀裂から離れないと引きずり込まれる。二人とも亀裂の中に飲み込まれちゃったわ。って私も引っ張られてる。助けてください、ネフィーネラ様。メイン、空間に穴を開け獲物を取り込む。是非に及ばず、さりとてうかつに飛び込むは、孤高へ身を差し出す愚虚に候。スライムにて亀裂の縁を固定いたしんす。ひとまずはこれでよし。さあ騎士殿、機械の術を操る魔物よ、ゆめゆめ油断めされぬよう。これなるは、いずこぞや、ジオゲヘナではありもうさねど。妹からの知らせにあった騎士殿の世界。願わくは、
正当なるつてにてお目にかかりたき所存であり申したが、ふむ、目抜き通りだというに人っ子一人の姿もあらず、風の気配も水の流れも滞り、さればわっちらの目に映るは蜃気楼がごときまがいものかと拝察いたしんす。いたたたたた、ネフィーネラ様、騎士殿さん、ちゃんと追いかけてきてくれたんですね。これ喜ぶは少々なり、あの村民らはいかん。それなんですが、私以外のお二人はもう連れて行かれてしまい、助けるにはこの先に進むしかなさそうです。難儀なことよの。ウヌも蛇ならば絡みついてでも止めやというに。無茶言わないでくださいよ、死にますよ私が。まあ得て増えては心得ておるゆえに、騎士殿の世界の眺めを予習しながら化け物退治としゃれ込むといたしんしょう。ボイスデータが不正です。エラー、ランダムな値を参照します。やばいですね。やばいわよ、ぶっ殺すわよ。主様、主様、お兄さん。例の魔物たちが戻ってきました。ペコリーヌ姫らの口調の模倣のようでありんすな。この風景も鑑みるに、キャツら相対した者の記憶に触れ再現する力があるのやもしれません。え、それって本当ですか？恥ずかしい記憶とかも再現される可能性もあるってことですか？ほう、職務過失とその隠蔽が露見して大事な鱗を剥がされた時よりも恥ずかしい記憶かい？うわぁ、忘れてください、そのことは。やれやれ、虐待もなきことでありんす。され遺跡内に限り幻の空間を作り出す魔物というところかの。どちらかといえば魔法生物のごとき趣なれど、精神読みはごく表層で防御もやすし、いささか不出来な造作物よの。お前もプリンにしてやるの。おぶしゃれざんすな。さて、小手調べと参りましょうぞ。あ、さすがデフィーネラ様。って、あれ、ドエスさん、ドエスさん、こんなに激しいなんて。あれ、倒せてないんですけど。もう手抜きしないでくださいよ。攻撃の通らぬ魔物という噂もあながちホラではない様子。しもべの還元にしても手抜かりなしで参るとなると、騎士殿の力を借りて空間ごと握りつぶせばよかろう。それはダメです。私たちや村の人たちまで死んじゃいます。4割、いや3割くらいでお願いできませんか？手を抜くなの次は加減をせよと注文の大きしもべであるのが、湯の熱さをそのままに凍らせるごとき所業はわっちとてかなわず、なれば順序通り民を救い後に魔物を撃つしかあるのよ。つまりこいつらから逃げながら要救助者を探すってことですか？しかり騎
士殿に、かけっこは得意かい？やばいわよ！うわー、どんどん来る！とりあえず、村人たちがさらわれていった方向に案内します。盗み見た記憶をデタラメにつないでおるのであろうな。化け物に地理を返せよというのは無理な話でありんすね。イベント番号エラーエラー。テーブルに入力された数字が不適切。エラーコードをお問い合わせ窓口まで。おそらくあの魔物は世界の歪みの顕在、不具合の産物。平時の道理が通らねば、波の攻撃が通らぬまま無べなるか。うわー、囲まれちゃいますよ姫様。長いわ無用。騎士殿、ミーアや、少し調子を上げませ。また景色が変わって、ここ目がチカチカします。っていうかもう走れない。あそこにいるのネフィーネラ様たちか。まさか我々を助けに来てくださったんですか。こんなところまで。さようなら。まだ食われてはおるまいな、良きか。身の程知らずな女ですね。教育が必要です。くすくす。話し合うのは無駄なんだよ。弟君への愛の前に言葉はいらない。うわー、 まだ増えてくるんですか。囲まれちまったぞ。これじゃ逃げようが。皆の衆、わっちのそばより離れるでなし。こけ！すげえ！ネフィーネラ様！我らが姫様のスライムは攻防一体。守りに徹すればこの程度の攻撃じゃびくともしませんよ。だから他人のふんどしで胸を張るなと言うておろうに。とはいえ、いる！防ぐは安かれば、互いに決め手がなくば千日手堂々巡りの相応。なんぞ包囲を破るたずきは。しかいされど騎士殿、お前様はわっちの大事な客分。一人飛び出す無謀などしてくださいますね。騎士殿さん、目を閉じて静かにうなってどうしたんですか。あ、トイレは我慢してくださいよ。うつけ者、静かになさりや。あいた、鉄の手でデコピンしないでくださいよ。視界がフランフランって、本当に揺れてる。揺れてるところじゃねえ。足元が消えかかってねえか。魔物たちが騎士殿の思考表層を読み、景色をまた変質させておるようだろう。しかも、う
前様、本に愉快な殿方でありすな。ではこいつはネフィーネラ様の上ばみ。なるほど、騎士殿さん、姫様が飛べるのを見越して。すごいです。それに魔物たちはどんどん落っこちていってます。素敵な仲間が増えますよ。騎士殿や、愛すみませぬが、もう一働きを。わっちめに、どうぞお前様の力を授けていただきとう存じます。ほう、これは。姫様、どうですか？なんかこう、ドカーンとかピキンとかって感じしますか？そう鼻息荒げ、顔を近づけるでなし。今のわっちがうぬの顔を弾けば、金槌で生の卵を打つがごときありさまになりけん。うぅ、鉄の手でデコピンはやめてくださいよ。姫様の鉄の手がどんどん大きく。まるで巨人の手みてえだ。五十ゲドンだって指先でひねりつぶせちまいそうな。一体どうするつもりなんですか、ネフィーネラ様。先ほども申したであろう、騎士殿の力を借り受け、この空間ごと魔物どもを圧壊いたしんす。そう、この星の最王のコアのごとく。相手は全滅。お見事です、ネフィーネラ様。それに亀裂の中の空間からも出られたみたいで、ほんと助かりました。うん、あのネフィーネラ様、難しい顔をされてますけど、まさか騎士殿さんの強化の反動とか。さようなものはありません。ただ騎士殿が強化のための集中に入った折、斧が限界を幾重も超えた力が湧き上がり、のみならず騎士殿の魂に触れ、そのぬくもりに照らされたかのごとき心持ち、なんともはや摩訶不思議な力であることか。わっちのごとき人でなしに対しても、またしても村の者を救ってもらって、本当ありがとうございます。まさか無敵かと思った魔物すら倒しちまうとは。頭を上げや、オサ殿。わっちらもかねてより興味のあった魔物の情報を仕入れることができたゆえ。ああ、やっぱすげえやね、フィーネラ様。あんな騒ぎの最中にきっちり調査までしてるとは。騎士殿の助力にも御礼申し上げまする。プリンセスナイトの力、しかと受けたまわりて候。世に二つとない類まれな力なれば、お前様が持つのであれば、おそらくは良き答えをもたらすのでありましょうな。やっぱりネフィーネラ様はプリンセスナイトの力だけに興味があるわけじゃないみたいね。あるいはネフィーネラ様からそういう興味を引き出した騎士殿さんの人柄が珍しいからなのかな。まあ考えても仕方ないし、今はただ記録に専念と。
士殿や、改めてこたびは世話になります。ジオゲヘナを離れ、アストルムへの案内、並びに大江戸なる途中の案内を引き受けてくださったこと、感謝申し上げ奉る。いやー、ついに来ちゃいましたね、ネフィーネラ様。騎士殿さんから大江戸の話を聞いて以来、いつか観光したいっておっしゃってましたし。かねてから大江戸のお噂は妹のネアより聞いておりましたが、重ねて騎士殿からも食事どころや温泉宿の話を聞き及び、是が非でも一度この足でお唱えたいと願いまして。そう、まだまだこっちの世界のことはよくわかりませんけど、見た感じここはネフィーネラ様のご趣味に合う街っぽいですし、楽しみですね。わっちの雰囲気が東国に通ずるものがあると。なるほど、道行く女子の着物や飾りはわっちの趣向と通ずるところもありんすが、これまた一体いかなる詩儀でありんしょう。不可思議千万でござんすな。実は今回ついてきたのってそれもあるのよね。騎士殿さんの話を聞く限り、ネフィーネラ様って東国文化となんか関係があるような気がするのよ。私や他のジオゲヘナの住民とは全然話し方が違うし、身につけてるものもなんとなく東国っぽい感じだし、従者として主のことは知っておかねば。あくまで従者として。これミーアや、しておかれたくなくば早う来ませんや。あ、待ってくださいね、フィーネラ様。お財布持ってるのだって私なんですからね。期待通り、こちらの というはわっち好みでござそうろう。どちらに一別くれてもその造形たるや愉快痛快、意図おかし。珍しいのは確かですけど、私お腹空いちゃいましたよ。そろそろお昼にしましょうよ。あ、そこの方、この辺でいい感じの飲食店とかご存知ないですか？生卵とかメニューにあると嬉しいんですが。あ、それな。ディアンディ、どうやって入ってきたんだ魔物め。売ってるか、ナイトメアを呼んでこい。ふむ、どうやらあらぬ誤解を招いている様子。ネアも確かモンストレスはこの地では異邦人に等しいと言うておったの。通報があったのはここだな。見たことのない新種の魔物か。暴れられる前に仕留めてやる。いや、異邦人っていうか町に魔物が入ってきたって感じの扱いです。このままじゃ観光どころか外交問題に。どうかお待ちあれ、お前様。ここはわっちが取りなすといたしんしょう。ほう、人語を話すとはますます危険だ。そういう手合いは知恵が回ることも多いしな。人のことの葉を扱うは当然の仕儀。わっちらは人に他ならず、この装いはただ単に仮装でございますれば。なんだと？待て、本当に仮装なのか？長らく大江戸への観光を心待ちにしておりましたゆえ、いざその時が来しおり、ふさわしき晴れ姿でお唱えたいと愚行せし次第。
少しばかり心得違いがあったのは否めませんが。そうそうそう、そうなんですよ。私の尻尾もすごくよくできてるけど、実は着脱可能な作り物で、魔法で接着してるから今は取れないですけど。そうだったのか。だとしたら騒いで済まない。この町も定期的に魔物の被害に遭っていてな、どうしても敏感になりがちなんだ。何の何の、誤解を招く姿形での来訪はこちらの落ち度でありんす。心よりお詫び申し上げたてまつり。言葉遣いも東国かぶれっちゃかぶれっぽいけど、でもな。とりあえず事情は分かった。みんな、この人たちは仮装してるだけの人間だ。危険はないから散った散った。ま、銅像にもなってる将軍さんが大丈夫ってんなら、騒ぎにして悪かったな、あんたら。助かりました、騎士殿さん、ネフィーネラ様。少しばかり苦し紛れの向きはあれど、騎士殿の取りなしもあって助かり申した。こうした文化の違いもまた異界の旅の醍醐味でありますな。にしてもミーアや、ウヌの王が着脱可能とはまるで知らなんだ。国元へ戻りし折にはぜひとも披露してもらいたいものだの。いやいやいや、あれはそのとっさに出ちゃったっていうか、パワハラやめてくださいよ。パワハラではござんせん。腕っぷしに劣る自覚あらば口八丁の一つも身につけようと、そう申しつけて候。ウヌが得てとするは記憶力や算力、攻撃以外の魔法であれば下の滑りを嫌がすも、その得てを補い、それこそモネや他の兵らにはないウヌの強みとなるだろうからね。善処します。期待しておるでな。では騎士殿よ、ミーアメの書申す食事どころを探すといたしましょう。お待ちろうさま、ザルサバ山頂に天ぷら盛り合わせ、それから生卵が一つね。ふふ、実に素晴らしき香りであります。ミーアや、いかがであるか。特にこのザルそばとかいう食べ物はジオゲヘナにはあんまりないさっぱりした感じといいますか、みんなにも食べてもらいたいな。あ、そうだ姫様、ジオゲヘナでもザルそば作ったりできませんかね。ふむ、それは難儀であろうな。そばとは高温多湿の環境には馴染まぬ種、そもジオゲヘナとは濃厚に適さぬ世界ゆえ、無論ウヌが一人でそばを育てたいと望むのならば止めはせぬ。わっちは商売に預かるのに。言ってみただけですって。農業とか私には絶対無理無理ですし。いやいや、騎士殿さん知らないんですか、農業って大変なんですよ。魔物の集まってくる餌場を作るみたいなものですからね。これもまたジオゲヘナとアストルムの違いでありんすな。ワッチとしてはこうして大江戸で堪能できれば満足でそう。あとでそば湯もいただこうかな。そば湯？へえ、タレとか油って余ったら捨てられがちだけど、こっちの世界では持続可能な食料開発まで行っているんですね。
この見事な天ぷらしかり、調理の技巧や研鑽においてはやはりこちらの世界の方が一歩も二歩も進んでおるようだの。香辛料などを用いる料理ならジオゲヘナも引けを取りませんが。どれも大変美味でござんした。さすがは美食殿の一員が推薦せし料理茶屋でありんす。これは次なる案内にも期待が持てるというもの。腹ごなしはいずこへ参りましょうや、騎士殿。ここは何屋さんでしょう。見覚えのない小道具らしきものがたくさん並んでますが。おもちゃ？これ全部が？しかも遊び方がわからないものばっかり。どれも東国由来のものばかりだからね。お客さんたちよそからの観光客だろう。もし遊び方を知りたいおもちゃがあったら言ってくれ。ふむ。ネフィーネラ様、何をしてるんです？さっきから木槌で玉をカンカンやってますけど。けん玉でありんす。このように木槌を繰りながら玉を落とさず打ち上げ続ける遊びです。おろ。お、なんだ、剣玉は知ってたのかい。しかも上手じゃないか。かなり練習しないとそこまでできないよ。でもネフィーネラ様がこんな遊びしてるところ見たことないような。恥ずかしながら王子よりかような類の戯れには天秤があると言われておりまする。本当に初めてだとしたらとんでもないな。どうだい、他に興味のあるものはないか。ふむ。おや、こちらは花札でありんすか。なんだ、花札も知ってるのかい。こりゃおじさんの解説の出番はなさそうだな。綺麗な絵が描いてある札がたくさんですね。これどんな遊びなんです？ちょっとやってみたいかも。ウヌの有金を巻き上げ尻毛までむしり取る遊びに候。これは比嘉様、蛇の尻に毛は生えぬであったの。花札とは単純に規則に従い札を取り合う遊びにて候。札に描かれているのは季節ごとの花や風景、動物でありんす。詳しいなどと口が裂けても申せませぬよ。どれもこれも話に聞くばかり、遊んだ試しはござんせん。そういえばネフィーネラ様ってちっちゃい子と遊ぶとき誰も知らない遊びをするわよね。確かお手玉とかあやっとりとか言ってたかしら。よく見たらこのお店にも微妙に違うけど、お手玉みたいな遊び道具が売ってるみたい。もしかして東国っていうのと何か関わりがあってそれを隠してるとか。やましいことがあるってわけじゃなさそうだけど、なんだかすごく優しい目をしているというか、まるで何かを懐かしむような。ご店主殿、この花札一式包んでたもれ。お、毎度あり。やっぱり花札は図柄が綺麗だし、大江戸の思い出にするにはうってつけだからね。さようでありんすな。ま、ルールブックはいるかい。つってもお嬢ちゃんは喋りも東国の芸者みたいだし、そんだけ東国文化に詳しけりゃ
釈迦に説法ってやつかね。え、ネフィーネラ様の喋り方って芸者って種族と近いのかしら。芸者は種族にあらず生業でありんす。イミジクもご天守殿のお察し通り、わっちの語り口は芸者のそれを真似びしなりけりござんせん。ただの一度たりともなればこそ、こたびの物見湯さんも心底楽しめるというものでありんす。東国に行ったことないのに、東国の特定の職業の人と似たような喋り方って、あ、余計にわからなくなってきちゃった。わっちの語り口の由来などせんなきことなり、諏訪騎士殿や次なる見どころへと案内いただきとうござんす。さあさあ、寄ってらっしゃい、見てらっしゃい、ついでに参加してご覧なさい。血湧き肉踊る大活劇の大立ち回り、ただいま参加者募集中。何か騒いでますけど、何でしょう。魔物の討伐にでも行くんですかね。なかなかに楽しげな辻芸であります。もっともにわか素人の立てる役どころには限りがありましょうが。こりゃ手厳しい。でもその通りだよ。お客さんに盾をやらせて怪我なんてさせちゃいけないからね。でもきっと旅先でのいい記念にはなると思うんだ。どうだいお嬢さん、よければ参加してみないか。悪党に捕まる商人の娘役だよ。わっちも兼ねてより辻芸には興味むかしく、三文役者にも満たぬ身でせがむは宦官の至りなれど、座長殿のお許しあれば参列させていただくはやぶさかでござんせん。え、なんだこの子、もしかして時代劇マニアとかか。普段からこんな喋り方のやつ大江戸でもめったに見ないぞ。悪党に捕まる娘の役なんていうか、あんまり想像できませんね。ネフィーネラ様なら普通に賊を瞬殺しそうです。これミーヤよ、野暮なこと言い直し、劇は劇として興じるが作法に候。騎士殿、案内の途中で申し訳ありんせんね。かたじけなく存じ上げる。では座長殿、格好は気の身気のままでよいのかい。そうだな、ちょっと東国っぽいし大丈夫だろう。こっちが合図したら適当に助けてとかやめてとか、それっぽい感じのセリフを言ってくれれば大丈夫だから。一切承知であります。演者のお歴々を煩わせぬよう一意専心努めて候。はっはっは、よろしく頼むよ。ぜひ息の合った演技で物見客の度肝を抜いてくれ。鹿山の銀次でも人質を取られちゃう。動けめ、汚ねえぞこの外道どもが。その娘っ子とっとと話しやがれ。よし、ここで合図を出して。頼むぜ嬢ちゃん。アナ、さても悲しき天末ようなることなり、わっちが豪商の娘にあらずばかような市議にはならざりし者を。なんて言ってんだこの子、新手の魔法の栄称か。バカ、役を忘れるんじゃねえ。こりゃ東国の古風な言い回しだ。じゃあ俺が死ぬわけないだろう。こんな格好してるけど生まれも育ちも本当はランドソルなんだぞ。よよよ、おっといけねえ。お嬢さん、悲しむことはねえ。
この近山の源氏、必ずや悪党を成敗してくれら。短慮はなりませぬ源氏殿。お前様の恩義に万一のことありますれば、わっちはもはやお詫びのしようもござんせん。わっちの家が富を手放さば落着に存じますすれば、どうかあたら命を捨てる真似はやめておくんなまし。バカ言うな。こんなクズどもに真っ当にやってきたお前がベタ一問やる必要なんざねえんだよ。おお、あの娘っ子やるじゃねえか。飛び入り参加なのに本物の役者みたいだぞ。いいですよ、ネフィーネラ様、輝いてます。占領役者でいいんです。そうですね、こんなご機嫌なネフィーネラ様めったに見られないわよ。旅でテンション上がってらっしゃるのかしら。問題はどこで東国風の芝居劇を知ったのかってことだけど、ジオゲヘナには当然こんな催しはないわけだし。アナ神仏よ、ワッチのごときはしために命かけるマスラをどうか助けたもれ。マスラ、もう何でもいいや、やっちまえ。いやお嬢ちゃんには恐れ入ったよ。あんな迫真の啖呵を切って盛り上げてくれるとはね。正式に役者として雇いたいくらいだ。それは上々。されどもほどなくわっちは大江戸を去らねばならぬ身。お気持ちだけ頂戴するほかござんせん。ただお前さんの訛り、本物の芸者と違ってちと独特だったな。もし本気で芸を覚える気があるんなら、ぜひ東国にいる本物の芸者を訪ねてみてくれ。ご上限感謝申し上げ奉てまつる。東国なる地もいずれは訪れたく思いはべり。騎士殿にもご満足いただけたのなら、一肌脱いだ甲斐もあります。少しばかり汗もかきしおり、そろそろ宿に向かうといたしんしょう。ほう、こちらが騎士殿ごひいきの温泉宿でござんすか。東国の画種にあふれた作りやしつらえ、まことよきかな。ミーアや、先頃より何故そうも思案顔をしておる。その、あの、怒らないで聞いてもらえますか。言うに及ばず、わっちのめずる茶器をうぬが割った時でさえ声を荒げたことはなかろうに。その説は申し訳ありません。ただその、そういうのじゃないんです。前々からちょっと気になってたことがありまして。あ、やっぱり騎士殿さんも気になってた。ネフィーネラ様はずっとジオゲヘナにいたはずなのに、あまりにも東国文化にお詳しすぎます。特に本場とはちょっと違うとはいえ、東国なまりの言葉遣いをしてるっていうのは少し興味があって書物を読んだ。では説明がつかないかなって。それでわっちがジオゲヘナゆかりでなく、その実は東国生まれなのでは、とでも。少しだけ。すみません、すみません、お仕置きはしないでください。まったく
素直なしもべであります。さような程度で仕置きなどいたさぬよ。それにうぬの疑念にはいいなと答えておこうかな。東国のお生まれではないと。でもそれじゃあ古今東西女性とは秘密をまとうものなり。されど騎士殿には幾多の借りがあります。お望みとあらば姫を騎士士義を明かすことやぶさかでござんせん。私には教えてくれないんですか。当然であろう。うぬの口は軽佻極まるからの。そんなことないですって。騎士殿さん、聞いたら私にも教えてくださいね。そうでなきゃこっそり聞き耳しちゃいますから。お邪魔をいたしんす、騎士殿や。ふむ頬に触れても起きぬほど深く射濡れておられるご様子。なんとまあ無防備なウイネ姿にありんしょう。かくもウブな様をさらしては悪いスライムに食われてしまいますえ。なるほどなるほど、このぬくもりまるでモネの幼き頃を思い出しまするな。ああいいな、獅子村のこのこわばりはやはりおの子でござりんす。よきかなよきかな、意図あやふし、わっちとしたことが不覚にも本意を失念せり。すは騎士殿よ、失礼つかまつり申す。眠るお前様の心たゆたう夢の中へと。お晩でありんす、騎士殿や。失礼つかまつり申す。誰ぞとはまたつれなきお言葉。わっちとお前様は実婚の間柄でありんしょう。まるで狐につままれたがごときそぶりでありんすな。このかんばせにも言葉遣いにも覚えはない。ちと待ちたもれ、この手の技は不慣れでの。思い出していただけたようで頂上にあります。とどのつまりは人よの夢の六つ語り。かりそめの出会いを演ずる戯れも愉快げなれど、それはまたの折にでも。改めましてネラと呼んでくだしゃんせ。今宵は出羽亀、いな出羽蛇に気兼ねのいらぬ場にて、騎士殿のこと問いにいらえるためはべりて候。すなわちわっちの身の上、姫を騎士士義、その一端をの。ささ騎士殿よ、舌を濡らすためにまずはご一献。アルコールは混ざっておらぬゆえ、
ご遠慮無用にござそうろう。気持ちよき飲みっぷりでありんすな。時に、ふむ、拝察するに騎士殿はわっちの姿が心がかりなご様子で、何ほどのことやありけむ。好みは黒金のスライムなれば、もとより姿形など定まらず、千変万化、自由自在にござそう。勝てて加えて、わっちの本事は、はるかはるかに、大きく大きく。なればこの姿も、これまでの姿も、五十歩百歩の差しかありませぬ。さようでござんす。ご計が深く感じ入り候。何、人出なしなど珍しいものではありせん。うつしおに根を刺すは人の子に限る話ではありませぬゆえに。なれど天使や悪魔ならともあれ、わっちのごとき古顔の野暮天においては、お前様らの繊細極まる余剰の機微は理解に堅く、王家の装備はかようなわっちの設立を助け、お前様らとの仲立ちとなる道具にあります。元来の使徒からはかけ離れておりまするがの、上なるいい、相すみませぬ。つまるところ、王家の装備なるはすなわち人の根源、本能、本性にまつわる道具と思いはべり、ゆえにこれなる道具に触れれば、人出なしのわっちでもお前様らの心を知り、お前様らの振る舞いを真似たそぶりができます。もっとも妬みそねみなる心持ちはわっちにとって難解至極。人の子の持つ美点などにはすべからく愛らしさしか覚えませぬゆえに、同じ腹よりまろびれた稚児にはあらねど、血は水よりも濃しの言いあらば、わっちとあれは確かに姉妹にあります。勝てて加えて、人の形を真似た折のわっちの姿は、あれの血族の虎骨より踏まえておりまするゆえに、昔々去る南方の当初にて、平穏なる小国あらん、昼に起き夜に寝る、つましき暮らしを長く長く続けており、長き長き間地の深くに埋もれていたわっちのかけらは、巡り巡りてその島国の基人に流れ着き、思考して今のこのかんばせは亡き彼女よりよすがとして借り受けし者なり、時を経てネアの生まれいずるより一世紀近く前のこと、かの地へと日の丸を掲げし、始祖とそのお仲間らが参られり、紆余曲折あれど、彼らと島主らは遊戯を結び、短き闘流の中に有形無形の数々を残して生きんした。文字、技術、習わし、そして琴の葉も、しかり昔日のわっちはまだ路傍の石のごとしであったゆえ、あくまで見よう見まねで学ぶほかなく、芯を通すにはまるで時間が足りませなんだな。ずいぶんと役体もない昔語りをしてしまいましたの。おや、騎士殿、杯が空でありんすな。これはご無礼。では、もうご一本。何なりと。
ようなさまつごと、騎士殿もご存知でありんしょう。わっちは鉄のスライムでありますれば。ふむ、縁も竹縄なれど、そろそろお開きの頃合いの模様でありんす。では騎士殿よ、またすぐにあちらの世界で。あ、いや、お待ちあれ、今一度。なんともはや、夢の締めくくりの手はずを何ぞたがえてしまっているかの。まこと無屈けし、はいからなからくりはこれだから困りもす。となればわっちと騎士殿はこのまま夢うつつのさなかに果てる結末になりもす。それもまた悪くない寝物語やもしれませぬ。あな恐ろしや、さような死儀になりもうさば、騎士殿を慕う女子たちより岩礁の日よりも熱き妬みを浴びせられてしまうは必定となれば、これいるのであろう。どこぞで耳をそば立てておるのであろう。出羽亀ならぬ出羽妖精よ、騎士殿を目覚めに導くはうぬに預けるでな。丁重に丹前とお見送りするように。さもなくばわっちらの上からうぬの住みかを叩き落としてくれようぞ。やばい、バネ本当にやばいわ、あれやばすぎ。この後に及んで私にもまだ正体わからんし、やばすぎはべり今そかり。あ、やばすぎて言語ルーチンまでおかしくなってきちゃった。うまそうね、そうなんだけど、現実の方にいるのかしら、そんなの。大事なところで嘘つくような性格じゃないとは思うけど。私としちゃ、知らないならそのままでいいこともあるって主義だし、ついでに危ない橋は渡らない主義だけど、なんか気になるってか、あんなクイズみたいなふりされちゃったら、ちょっと調べてみるかってなっちゃうわ、クイズ好きとしちゃ。んじゃ、こたびはこれにておさらばで候。ついでに語彙力ちょっと探してくるわ。あ、もし聞かれたら私が懇切丁寧にあんたをもてなしたって言っときなさいよ。おはようござんす、お前さん。なんともはや、どうしてとはつれなきことを言います。よもや騎士殿、お忘れになられてしまったのかえ。ゆうべ交わしたわっちとのむつごとを。なるほど、認識阻害なる主義はこれなるよ。ちとばかり寂しくはありんすが、騎士殿に力を与えた者は認識阻害に直の関わりはなし、悪意らしき者もないようであるし、それが分かっただけでもこたびはよしとするかね。いいないいな、お前様が頭を下げる道理などありんせん。わっちもちとばかり羽目を外しすぎたやもしれませんよ。あれ、
姫様いないと思ったらなんでこっちにいるんですか。やれまったく、朝も早うから想像しきことよの。何ほどのことやありけぬ、三文の徳とやらを堪能したまでのことなり。何ですか徳って。ご自分だけずるいですよ。騎士殿の憂い寝顔を独り占めできるとあらば、起き明かすは三文どころか、まさに値千金でありんした。もう子供好きなんですから。いや、騎士殿さんそんなかって気もするけど。妬みそねみを分かりかねるわっちではあれど、お前様を独り占めするものあらば、それ役に足りるかもしれませんな。これが異界の王都ランドソル。かくもまばゆき太夫をお前様の案内で唱うなどと、なんとも贅沢な旅路にありんす。お前様のランドソル、実に麗しき都であります。なれど住めば都と申さば、ジオゲヘナもまた都。望みたもうならいつなりと移り住むがようござんしょう。妹のネアより聞き及びしなれど、こうして目の当たりにした騎士殿の心意気、その姿勢に満ちた有様には驚きの念を禁じえませぬ。夢夢お気をつけくださいますよ。お前様が差し伸べた手の先にあるは、悪意を隠した利害のものやも知れぬよし。されど、万が一騎士殿が手を噛まれることあらば、この黒金にてお前様をお守りいたしんしょう。愛らしき子を守りはべるはわっちの望むことなれば。モンストレスはこの地ではいかんせん、キーの眼差しを向けられがちであります。騎士殿の寛容さはまことたっときものでありまするの。姫とは皆に等しくあるべきというなら、わっちは紛れもなく失格でござりんす。弱くいとけない幼子にはつい肩入れしてしまいまするゆえ、わっちの目にかかれば誰も彼も幼子に等しくなればこそ、肩入れするは関わる者の心根次第。お前様やモネならば目に入れても通用にありんせん。おなごの心は時に空模様より繊細にありますれば、いくら泰然自若のものであろうと、うちに臨機の一つや二つ抱くもの。されどそれを悟らせぬもまた乙女心。お前様の周りにはさようにけなげな女子も多くあるように見受け申す。
こうして野暮天極まるわっちもいずれその心を知ることが叶うやもしれません。これはますますお前様から目が離せませぬな。こっちそうしまいでありつ滅裂版輪廻転生余興にもなりさ。戯れと参ろうぞ、小手調べと参りましょうぞ。アナ恐ろしや。こっちそうアナ恐ろしや。行ってきてこっちアナ恐ろしや。東国に大間書で見るだけでも心惹かれる土地よの。なんとのどかな世にやありけむ。この平和は騎士殿たちの努力の賜物にありんすの。美味なるかなこの味、ペコリーヌ姫が好むも道理にありんす。どの世界にあっても民は活力にあふれ町はにぎわうもの。よきかなよきかな。ジオゲヘナの灼熱と比べればそよ風と変わりござんせん。モネは相変わらず警戒しきりなれど、そのようなところも愛らしくあります。魂万物に宿るとの言いあらば情愛を注いでやるのがよかろうの。王家の装備は使わぬのかと、すでに用いております。わっちのオロチに勝るとも劣らぬ座り心地で候。連絡は今日もなし。我が妹は相変わらず放蕩なことよの。服や髪がやすやすと燃えぬとは、ランドソルとはまこと住みやすき国で候。食べ歩きに世界征服、ギルドとは格も自由気ままな徒党にありんすな。